ブースで焼き上げております。中心部はちょっとレアな状態で焼き上がって蒸し上がって、上のトマト、スーパーブルーストマトって呼ばれます。茨城県産のトマトを使用しております。ぜひお召し上がりください。ね、こちらが牛のハラミのステーキ、バゲットステーキでございます。さらにシャリアピンソース、新玉ねぎを使ったソースに、上の付け合わせがロメインレタス。レタスに半熟卵ですね。こちらをシーザードレッシングに合わせた温かいサラダの付け合わせとなっております。お召し上がりください。こちらですね、のリゾットですね。こちらがイカスミを使ったリゾットでして、他お米の方が福井県産の6畳分に玄米を使って焼きリゾットのご用です。下にはヤリイカとニンニクの芽のソテー入ってまして、ソースの方がタイのお出汁にソフランの香りを引き出した泡のソースですね。エビリゾットですね、パリッとした食感となっています。崩しながらソースと合わせて柔らかくしてお召し上がりください。失礼いたします。2つ、ミシュランの方がミシュランというか、一番下にはミシュランを使ったソース、こちらにメレンゲにクリームを絞りまして赤い果実を添えております。好きなんだね。好きじゃないと選ばない。